小倉5レースのパドックです。発走時刻は12時25分です。小倉5レースメイクデビュー小倉のパドックです。それでは見ていただきましょう。1番バズアップビート494。はい、旧車とかでね見てきた姿と同じですね。入れ込むこともなくしっかりと周回して、馬体もできてます。筋肉量も十分です。いいと思います。2番カルドゥッチョ426。もう少しね足の運びが軽やかにというか力強さが出てくればいいですけど、十分ですよ。仕上がり的にはね問題ないと思います。3番キッシングセーラー424。この馬もねそれほど体がなくて、まあ、少しね、テンションもちょっと上がり気味ではありますけど、我慢が効いてないというわけではないので、まあ、初戦としてはまずまずの仕上がりです。一頭飛ばしまして5番ポセイドンバローズ466。まあ、初めてのね、レースですからパドックもあってちょっと驚くようなところ今見せましたけど、体なんかはまずまずできてますよ。悪くはないと思います。6番バルミラクル416。ちょっと今釣られちゃいましたけどね、まあ、コンパクトにまとまった馬体で落ち着いて歩いてくれれば全く問題ないと思います。7番ジョバンニ482。さらに成長しそうな雰囲気のある馬ですけど、まあ、現状は前がちな感じがしますけど、バランスが整ってくればね、まあさ1つ2つは勝つんじゃないかなと思いますけどね。おしまいに4番ダノンシーマ480。まあ、一応後ろに出てきたんでねどうかなと思ったんですけど、落ち着いて歩いてますよね。軽い芝に行って切れそうな、そんなタイプです。それではパドックの状態を含めた推奨馬をお願いいたします。はい、1番バズアップビート、4番ダノンシーマ、以上です。小倉5レースパドックからの推奨馬は1番4番以上2頭です。大阪スポーツの松並大樹さんです。この時間もよろしくお願いいたします。はい、お願いします。お願いいたします。やはりここは2頭ということでね挙げていただきましたが、まず1番のバズアップビートですけれども、今パドックの様子もご覧いただいてますが、もう周回もしっかりしていてという評価ですね。弾むような、それで力強さを感じるような、父がピュアネアでね、はい、足がルーラシップ、どっちも隅級者の馬で、僕もよく知ってる馬ですけど、はい、その2頭の、ね、力強さを受け継いでくれてればいいなと思います。単勝は2倍ちょうどで今2番人気ということです。バズアップビート、そして2番手評価4番のダノンシーマ、こちらも切れそうだというねパドックの評価です。北サンブラックサンク の大きくてね雄大なイメージとは全然違ってね、はい、まるでディープインパクトサンクを見てるような小柄で俊敏で、でもねパドック回っていくときには外を回ってね一歩一歩の踏み込みがやっぱ力強いですよね。いい馬だなと思って見てるんですけどね。2頭ということで朝もねお話いただきましたけれども、やっぱりここはちょっと一騎打ちかなという感じですか。どっちかを上げないんだったら別ですけど生まれ130円なんで、そうですね、もう1点は買えないですよね。ぶっちゃけで言えばもう抑えにもならないんで、馬券的な話をすればね、はい、ただ他にも質の高そうな馬はやっぱいますしね、まあ、楽しみなレースではあると思います。そうですね、例えばパドックの中でいうとポセイドンバローズとかもねその後少しちょっとこう驚いたっていうのもありましたけど、評価的にはこう高かったかなと思うんですが、そうですね、はい、とここのパドックねちょっと上からなので、はい、トモの肉付きはよく見えるんですけど、これトモの肉は結構いいですね。逆に7番の序盤にはもう、はい、逆にスラッとした感じで、多分今僕がいるこのパドックブースよりも、はい、もう少し下2階ぐらいで見た方が良さを感じる馬じゃないかなと思います。はい、
今もう単勝式も2頭とも1倍台ということになりまして、ね、こんなのなかなか珍しいですよね。そうですね、180円190円で、ね、うん、なかなかちょっとでもねこれリスキーですよねどっちかは負けちゃうわけですからそうですね、ちょっとこれはめったに見ない本当にオッズだなと思うんですが、改めてバズアップビートに関してはこう兄弟もミントという馬がいて初戦がこういい競馬だったということのお話も朝いただきました。1回使うと、ね、テンション上がっちゃったんですよね、お姉ちゃんは、はい、だからそこは心配したんですけど、まあ、それは今のところ、まあ、大人ですし心配しなくていいのかなと思いますけど、ただやっぱりねかなり歩いてる姿は前向きですよね。例えばダノンシーマあたりと比べてもぐいぐい来るような感じがあるので、はい、この使った後がポイントになりそうな感じはしますけど。そうですね、でやっぱり陣営的にもこうここを使って一旦こうというところを使ってというか勝ってということですよね。当然そうですよね、まあ、もちろんそれは田之島にも言えることですけど、やっぱりね一回ただの小倉開催じゃないんで、これはいつもの中京開催なの で、 そうです、ね、ここはやっぱり熱くなる前にいい馬をちゃんと立冬に入れてきて仕上げてきて、で熱くなる前に返すっていうこの王道パターンをね取れるので、はい、ここでやっぱ勝つか負けるかっていうのはその馬の例えばワグネリアンとヘンリー・バローズみたいな、明暗が大きく分かれるレースになると思うんでね、その時と似たような構図に感じますけどね。なるほど、実はそのヘンリー・バローズの3区も2番カルドゥッチョ出たりもしているんですけども、ちょっとこの2頭が人気を集めてというところ、今ウマレンは相変わらず 1.3 倍、ダノンシーマの単勝が 1.8 倍で、今1番人気バズアップビート2倍ちょうどということで、ここはもう2頭が人気を集めてという新馬戦になりそうです。まあ、いずれにしましてもレースぶりも含めて注目ということになりますね。そうですね、コーナーなかなかここらでは見れないので、ドーデュースとあれみたいな感じですよ ね、 ね、あんな新馬の感じですけども前評判が全然違うので、楽しみに見ていただきたいですね。はい、注目の小倉5レース新馬戦についてお話をいただきました。ここは1番4番2頭の順で挙げていただいています。今日ここまで小倉前半の解説、大阪スポーツの松並大樹さんでした。ここまでありがとうございました。はい、どうもでした。ありがとうございました。
小倉競馬場5レースメイクデビュー小倉2歳新馬、芝の 1800m、 7頭が今日デビューを迎えます。1番バズアップビート、父はエピファネイアです。デビュー戦馬体重494kg、 鞍上は坂井隆成騎手、負担重量 55kg。 2番ヘンリーバローズの3区です。426kg でのデビュー、白星負担重量 1kg 減、小沢ライト騎手 54kg。 3番キッシングセーラー、ウィンブライトの3区です。 424kg、 国分優作騎手 55kg。 4番ダノンシーマ、父は北サンブラック、馬体重 480kg、 川田優雅騎手 55kg。5番ポセイドンバローズ、サーテルナーリアの3区です。466kg でデビューを迎えます。和田隆二騎手55kg。 6番バルミラクル、父はマクフィー、馬体重 416kg、 白星負担重量 1kg 減、田口寛太騎手 54kg。 7番ジョバンニ、エピファネイア3区、馬体重は 482kg です。鞍上松山光平騎手、負担重量 55kg で騎乗します。炎のウィーナーが流れる中、7頭が芝コースに姿を見せました。小倉5レースメイクデビュー小倉2歳新馬戦、芝の 1800m 戦、天候晴れ、芝量ダート量の小倉競馬場。5レース新馬戦のスタートまでしばらくお待ちください。小倉5レース新馬戦です。小倉競馬場5レースメイクデビュー小倉2歳新馬、芝の 1800m、 7頭がデビューを迎えます。天候晴れ、芝量ダート量小倉競馬場。このあと5レース6レース2倉今日が新馬戦が組まれています。1レースは九州産の2歳未勝利戦がありました。名将サムソン、ワンアンドオンリー、ドーデュース、3頭のダービー馬がこの小倉デビューからダービーを制していますが、2024年芝 1800m デビュー戦、7番ジョバンニが最後に向かいます。7頭収まりました。スタートしました。4番のダノンシーマは後ろから、1番のバズアップビート、3番キッシングセーラー、それを制して6番のバルミラクル、外から7番ジョバンニ、前は3頭です。内から3番キッシングセーラー、間6番バルミラクル、7番ジョバンニ、それから5番のポセイドンバローズ、内に1番バズアップビートがいて、 3,4 馬身切れて4番ダノンシーマ、その内から2番カルドゥッチョ、わずかに遅れて最後方、7頭ですが5頭と2頭といった感じで1コーナーから2コーナーです。3番のキッシングセーラーが先頭でリードが広がりました。1馬身半から2馬身のリード、6番バルミラクル2番手、第2コーナーのカーブに入ります。1馬身差7番ジョバンニ3番手、第2コーナーからバックストレッチに入ります。1馬身差4番手インコース、1番バズアップビート、バックストレッチに入りました。5番のポセイドンバローズが促しながらの追走です。スタートしての 1000m
ドルを通過し、残り 1000m です。スタートしての800を通過したところです。そこから5馬身空きました。4番ダノンシーマは後方から2頭目、最後方から2番のカルドゥッチョです。スタートしての今 1000m を通過、1分2秒9での通過です。少しずつ坂を下りながら3コーナーをカーブしていきます。3番のキッシングセーラー先頭でリードが1馬身になりました。6番バルミラクル2番手、3番手7番のジョバンニ600切りました。あとは1番バズアップビート、外から4番のダノンシーマが一気に上がっていく、先に外から動いていった。5番のポセイドンバローズ、1番のバズアップビート、馬群の中1頭だけ遅れて2番のカルドゥッチョ、6頭1段4コーナーのカーブです。今度は先頭7番のジョバンニ、外目から先頭に立って4コーナーから直線。あとは2番手、内3番のキッシングセーラー、4番ダノンシーマ、1番のバズアップビートもやってきた。200を切りました。先頭は7番のジョバンニ、ジョバンニ先頭、1番のバズアップビート2番手、4番のダノンシーマ3番手、7番ジョバンニだ、ジョバンニ先頭、ジョバンニデビュー勝ち、ゴールイン。2番手1番バズアップビート、3番手離れて4番のダノンシーマです。勝ちタイム1分50秒1、エピファネイア3区序盤にデビュー勝ち。2番手には1番のバズアップビート、その後3コーナー過ぎから動いていった4番のダノンシーマ、前の2頭からは差があっての3着。勝ちタイム1分50秒1、上がりタイムゴールまでの 800m は47秒2、 600m は34秒9でした。エピファネイア3区杉山春樹厩舎の7番ジョバンニが小倉芝 1800m デビュー勝ちを収めました。お兄さんのマテンローナイトはこの小倉の芝 1800m でも実績がある馬ですが、そのマテンローナイト、マテンロアレス、お兄さんのマテンロアレスはこの小倉芝 1800m で実績のある馬ですが、マテンロアレスを兄に持つジョバンニ勝ちました。5着まで馬番と持っています。1着7番ジョバンニと松山光平騎手、2着1番バズアップビート、3着4番ダノンシーマ、4着6番バルミラクル、5着3番キッシングセーラーの順で着順掲示板点滅しています。両馬場芝 1800m 勝ちタイムは1分50秒1でした。小倉5レースメイクデビュー小倉2歳新馬戦確定までしばらくお待ちください。小倉グレース新馬戦3番人気7番ジョバンニ快勝というデビュー勝ちになりました。お姉さんセキトバイーストという馬がいて、こちらがチューリップ賞今年のスイープフィートの2着だった馬ですけれども、その弟ジョバンニ初勝利、2着に1番のバズアップビート、そして3着ダノンシーマ追い上げましたが3番手までという結果です。7番1番4番は3番人気、1番人気、2番人気です。単勝7番 10.8 倍、枠連の発売はありません。馬連1番7番 9.9 倍、馬単7番1番 31.4 倍、三連複1番4番7番 2.4 倍、三連単7番1番4番 48.5 倍です。確定までお待ちください。